放火ニッケルは化学式ニックスビーを持つ無機化合物である。一般的な素性は NI2 バイトであり、これには P-1 と P-2 として知られる2つの方がある。その他のニッケルの放火物としては2部 NI3 バイト ONI4 バイト 3MNI4 バイト3がある。本校では最も一般的な放火ニッケルである NI2 バイトを主に扱う。 NI2 バイトは、個々の放送中心に結合したニッケルから構成されるアモルファス物質である。P-1 と P-2 の二つの型は表面に吸着したナボニによる汚染の度合いの点で違っている。P-1NI2 バイトは酸化物と、放化物の比が1、4であるのに対して、P-2NI2 バイトでは10、1である。これらの性質は、触媒効率や、 気質特異性といった点で異なる。アモルファス放火ニッケルの調整は、高温や特別な技術と装置を必要とする、その他の放火物の比較すると単純である。P-1 型の Ni2 バイトは、アルカリ性水溶液中で、硫酸ニッケルと水素化放素ナトリウムを混合する、ことによって生成できる。p 一型はエタノール中で、酢酸,酸ニッケルと水素化放素ナトリウムから同様に、 調整される。生成物は微細な黒色アモルファス粉末として沈殿する。これらの触媒は通常、ニクルにナバ4混合系を用いて、陰湿で生成される。放火ニッケルは黒色アモルファス粉末あるいは黒色化粒である。すべての溶媒に不要であるが、高濃度の高油とは反応する。固体は空気に対して安定である。 ほ化け物であることから予想されるように、高い優点を持つ。NI2 バイトは、効率の良い触媒、還元剤である。不均一水素化触媒として用いられる。P-1 型の触媒活性は、気質上の即さの立体障害に対して敏感ではなく、ゆえにより反応性が高く、保護器にはほとんど影響しない。対照的に、P、P-2 型は、 立体的因子に非常に敏感である。これらの理由から、温和な条件下での不法和単価水素の完全還元には、P-1 型が通常使われるが、P-2 型は、アルキンのアルケンへの変換といった部分還元において有用である。H2、NI2 倍ト系は、強制的条件下でも、エーテルやアルコール、アルデヒド、アミン、アミドを水素化分解せず、 あるンを優先して還元する。また、エポキシドには影響を与えないが、シクロプロパンには影響することがある。ベンジル、アリル、プロパルギルエステルを除くほとんどのエステルは、NI2 バイトに安定である。ニクルにナバ4系は、チオアミドや、チオエーテル、チオエステル、チオール、スルフィドを脱流する。有機スルフィド、ジスルフィド、チオール、スルホキシドは、ニクル2、 ナバ4によって、炭化水素へと還元される。フェノチア人のジフェニルアミニへの還元を以下に示す。NI2 バイトは、チオアセタールの切断にも用いることができる。NI2 バイトは非自然発火性で、空気中で安定、多くの場合高収率を与えるため、環状チオアセタールの除去において、ラネーニッケルの安全な代替品として提案されている。 NI2 バイトによって触媒される脱流は立体配置を保持したまま起こることが同位体標識によって証明されている。ニクル2、ナバ4系は死亡族ニトロ元、ニトリル、オキシムをアミンへと完全に還元する。方向族アミンでは、ニトロベンゼンはアニリンに、アゾキシベンゼンはアゾベンゼンへ変換される。アジドは立体的に混み合った死亡族ニトロ元に優先して、 アミンへと綺麗に還元される。ほとんどの有機フッ素化合物、有機塩素化合物は NI2 バイトによる影響を受けず、有機臭素化合物は様々ままな反応性を示し、有機要素化合物はしばしば炭化水素へと完全に還元される。DMF 中で NI2 バイトを用いると、α、ブロモケトンはムチカンのケトンへと還元される。アリールブロミドでは、 DMF 中で NI3CL2 ナバ4の系できれいな脱ブロモ化を行うことができる。溶化物の還元的切断では立体配置が保持される。ニッケル化合物は発現性を示す可能性があり、皮膚への接触は避けなければならない。水素化放素ナトリウムは DMF 中で自発的に発火する可能性があるため DMF 中でニクルに ナバ 4K を用いるときは特に注意が必要である。ありがとうございます。